思い出していたのはまた家族のこと綾乃はお姉ちゃんだからみんなのことよろしくね。 秘密の作戦みたいに連れてこられた三人のまかなめには大人に隠していた過去がある。怯えた顔で僕は化け物だから私は告げる。そんなことはないよって。馬鹿の色は 主人公の色だから怯えたいなくてもいいんだよ。面白いこと悩んでは今日もお姉ちゃんぶってほら見ていて赤いマフラー巻きつけた。 秘密組織みたい茜色染めて始めよう小さなヒーローのふりだけど少しでもまた笑えたらって今日も家族でいよう幸せを願おう先に 未来がどれだけ悲しくてもこの言葉秘密だよ楽しくて夜が沈んだ。